おはようございます。西田航です、えー。10月25日火曜日っていうところでいかがお過ごしでしょうか前日収録をしております。えっ、ー、と、もうサインスですね。サインス、サインス、サインス、サインスでございます。皆様、えー、僕自身が一番、多分僕自身が一番ワクワクしているんですけれども、モノクロの写真展非常に楽しみですね。まあもちろん僕といえば今までの個展といいますと、えー、カラーブ香港、カラーブ 東京そして、えー、写真10ゲイズなどをね多々やっておりますおそらく来年はカラーオブ関西っていうところで皆様にお会いできる予定でおりますのでまたね、えー、こちらのカラーオブシーズンに関してもまたまあそうですね来年あたり皆様にご報告させていただこうかなとまだまだ先でございますのでねその前にカラーオブシーズンよりも前にいろいろなことが多々ありますというところで今回は初の写真10サインスと同時に写真集サインスも出ますので えー、西田渡のね、モノクロの世界っていうところ、あとはモノクロ写真っていうものに取り組んだこと、皆様ございますかね僕自身はほとんどなかったものですから、もう本当に写真を始めたばっかりのような気持ちで、新鮮な気持ちでね、えー、取り組ませてもらった次第、そういったある意味では初々ううしい姿を皆様ご覧いただけたら嬉しいかなと思っておりますの、ね、で、お待ち申し上げておりますっていうところで本日なんですけれども、えー、FX30。こちら、今日は R3。 に、えー、タスカムのオーディオインターフェース復活しまして、タスカムさんありがとうございます。修理。完璧でございます。えー、修理報告書によると、えー、と、もう基盤がいっちゃってました。なので、新品に交換です。っていうところで、新品で帰ってきたっていう、新たなプロダクトとして帰ってきておりまして、ファームウェアはも1.12だったかな。一番最初のファームウェアになってっていうところ。で、今は、えっ、ー、と、今日はですね、そこに、えっ、ー、と、もうオートでお任せしてて、波形は振り切っているような状態。リミットカットを入れて、低音を 220Hz っていうことでかなりローカットしている感じの音声なので若干今日は普段よりもえスカスカえこの声だけがスカスカ高音域だけしかなくて低音のこもっているようなまあリッチな部分がおそらくなくなっているとは思うんですけどもえいかがでしょうか音質も含めてねあのやはり皆さんもこの R3 に戻ってきてから画質もそうなんですけどもこの立体感とかねやっぱり R3 の 6K オーバーサンプリング 4K 綺麗ですよね まあ、FX30 も素晴らしいんですけどもやはりもう一個ねフルサイズはもう一個上は上の、えー、描写があるそしてこのタスカムと、まあ、オーディオインターフェースというか XLR 端子から撮った MKH416 この音声もやっぱり改めてよいしょ。 改めましてね、この音声いいなーっていうふうに自分自身でも思っております。やはり、えー、高いマイクと言いますか、えー、いいものはいいなっていうのが、まあ感想であります。ですが、この据え置きの環境だからこそ、ある意味ではこのワンオペでね、これだけいい音質で皆様にお届けできるっていう部分もありますので、まあこれはこれとしてね、えー、皆様捉えていただけたらと思っておりまして、 いよいよこの話でございます。FX30、徐々に徐々にですが、僕の中でも最適化が始まっております。これ、バッテリー込み、カード込み 830g でございます。えー、っとですね。まあ、これ改めてね、今日かな今日の、今日、今日、火曜日。あ、なのでこちらはあれですね。今日は熟成動画なので、水曜日、明日かな明日とかの動画で出そうと思ってるんですが、 この FX30 を最適化させて、えー、これドリキンさんもやってる、やっ、 ていくと思うんですけどこれ自撮りだったりとか街の中で撮影するっていう、えー、VlogVlogCAM としての FX30 っていうところを僕は追い,追い求めていこうかなとまあもちろんこういった形でね三脚に据え置いて2人とかで対談するとか前日のね先日の、えー、ドリキンさんとの1時間ひたすら回してただ喋っただけの対談ここに、えー、ロードのワイヤレス号2をそれぞれつけてドリキンさんね自分のもつけてるから二個付けになってるっていうね、えー、特殊な状態ではございましたが ロードのワイヤレス号2がねまあ、えー、ここでロードのワイヤレス号から2人の対談の時はやるとあとは自分自身がね、えー、と出,出張とか行った時にはこの紙マイクをつけてここにつけて喋、えー、れば。 三脚性置きでこういった形ですよね。こういったスタイルも取れる。まあ音質はもちろんね、MKH416 の上ですが、必要にして十分な音をこちらの紙マイクでも取れますからね。実際にこれが修理に行っていた2週間の間はずーっとこのコンビ。プラス途中でグーパーさんからお借りしたんで、この上にね、XLR 単純のオーディオインターフェイスから収録はしておりましたけれども、このコンビでも十分ではあったかなっていう感じでございます。で、さらにですよ、これ、新兵器登場。 これが ZV30。ニコンの ZV30 用のスモールリグから出ている風母、モフモフですね。これです。こんな感じで5グラム。これが、まあこういった感じで1400円だったかな。ゴムとかついてて、ちょうどね、FX30 の、ここ。あのー、マイクがここと、おそらくなんですよ。この後ろの部分ですね。ここ。ここの部分。 なので、これがこうやって撮ってると、後ろから声入りつつ、上も撮ってっていう、この 3D ですね。上と、この真後ろから撮れていてっていうね。両方撮れてる。多分、全方位からの収録スタイルなのかな。まあ、全部カメラをお任せ。で、結構風が強いなーってなったら、えっ、ー、と、ローカットのような形にして、ちょっとスカスカにはなるんですけれども、自動的にカメラが判別して、えっ、ー、と、風切り音対策をね、してくれてる感じ。えー、風切り音対策入りっていう風にしてて。なので、さらに言うと、このモフモフをね、 えっと、ZB34、まぁ、あ、ちょっとね、ジャストすぎるところは嫌いはあるんですが、結構でも、キュッとはまりますから、これをキュッとはめさせてもらって、これちょっと可愛いですよね、5g ですからね。こうすると何がいいかっていうと、紙マイクつけると、前ドイキンさんとも話したんですけど、高さがやっぱ出ちゃうんですよ。この高さが出てしまうと、外して、わざわざ外して、カバンに入れなきゃいけない。ですが、これだと、 FX30、FX3 FX のいいところはここに普段だとカメラって軍艦部がありますよね。ここが逆にちょっとじゃ高さ邪魔になってカメラにって意外とカバンに収まりにくいじゃないですか。ですが、ちょっとモフモフはあるものの高さはこれは数ミリしかアップしないというここにまたさらにコールドシューもここに追加でできるのでこういった重ね付けとかもね可能だったりはすると別のものをねこうやってストロボだったりとかわからないけどライトつけたりとかもできるっていう仕様にはなってますがまあとにかくなるべくこの高さが出ないおかげで めちゃくちゃすっぽりカバンに収まりましてえとえと今日のねあの明日のメインチャンネルでご紹介しますがカバンはエブリデイスリングの6リッターにこれが縦にスポでこっち側にえとライカの M11 をこうスポライカの M11 スポここにディバイタースポっていう感じでめちゃくちゃ綺麗に収まって 800g でしょ820と,とライカが えっとズ、ズマリットの 35mm つけていたので、重さ 700g、530プラス 150g で720。で、こっちが840ってことで、1.55kg の重さですよ。すっごい軽いですよね。1.55kg で v ロ o カム。もちろん、まあ、これでもいけますよ。いけますけども、やっぱり、絵の綺麗さと、まあ、音もね、この、この内蔵マイク自体が、やはりソニー凄す,すぎで、ZV-1 シリーズ並みの 音声の収録全然可能で、えっ、ー、と、まだ全部はね、あのー、動画作り終えてないんですけども、バーッと Vlog 風に撮ったものをドンと今、プレミアムに入れて、音聞いてみるかぎ感じなんですけども、まあ、ほとんどノイズリダクション的なものも、あのー、クロマノイズ除去みたいなところもしなくて、いいレベルでいける感じですね。まあ、もちろん街のね、ざわざわざわって音とかはするんですが、むしろそのロードノイズだったりとか、街のそういった環境音すらも、 Vlog とかだと逆にそれがリアリティってあったりしますよね。最低限声。やっぱりソニーのマイク、こういった内蔵マイクのいいところは声の抽出法がやっぱりめっちゃうまくて、そして概要もある程度は取り込んでるんですが、近くでこうやってある程度声入れていけばね、それがもちろん一番、あの、メインで立ってきつつ、音の切り分けも非常にいいので、これなかなか Vlog だと僕今までだとこれからのコンビは、えっ、ー、とこれ、ECMB10 っていう形で、まあ、行くっていう感じでは、 してまあ、本当にそれだけを取るというときは ECMB10 でいいんですが例えばここでたすきがけでねあのライカの M11 でスチルも撮りますでついでにスチルのついでにサブでムービーも回す Vlog 撮りますというふうになるとこのコンビでも十分かなと思ってやはりあとは この FX30 って、あの、映りがいいとか、どうこうだ、APS-C だ、なんだっていう前に、もう究極ここなんですよね。僕から言わせると。E の 1020F4G。ズームも使えて 170g のレンズ。これは α7 Mark IV も使えます。あの、要は、えっと、画素数がオーバーサンプリング 6K、7K 使える機種は使えます。なんで僕は α7 Mark IV でも、もうすでに APS-C モードでこれ使ってはいたんですが、 やはり APS-C 機で、えー、APS-C のレンズに特化したボディになるともう一個やっぱ上の写りになりましたね。α1000 m a r w よりも明らかに写りですし、ヒートシンクといいますかファンがあるからめちゃくちゃ安定稼働するし、バッテリーも1本で FZ100 で110分持つのでっていうことで、まあ、サクサクちょっとした細切れの Vlog 撮ってくる限りだとバッテリーさっき見たら結構撮ってきたんですが、えー、っと80%ぐらい残ってましたっていうことで、 やっぱりね、なんかゴールしたかなって感じです。ちょっと今テンションぶっちゃけ上がってて、この FX30、これいいですね。あの、これはムービー気になってる人といいますか、iPhone でも全然いいんだよ、いいんだよねと。だけど、もう一個なんかクオリティ上げたいなとかってふと思った時に、いの一番に買う機種はおそらくこれかなと思います。動画に関して。あの、ビロール回すとか、 えっと、何ていうのかな作品 ?MV とかもいつかは撮ってみたいよーみたいな人ももちろんいけるとは思うんですが、そういう方は多分 FX30 行った方が多分幸せになれると思う。FX3 行った方が幸せになると思うんですよね。で、僕は FX になぜ行かないかっていうと、FX3 は、えっ、ー、と、オーバーサンプリングではなく、えっ、ー、と、動画が1000、1000万画素かなっていう関係もあって、このレンズはもちろん使えないんですよね。これは。あの、4K、あの、スーパー35では使えないので、なので、必然的に、 例えば FE の 1635F4G とかになってしまうのでどうしてもね、あのー、でかくなるもうこっからもう一回りでかくなるわけですよ 355g で一回りでかいっていう。 で、こっちのボディも600、7 0 0ムだから、1キロ超えなんですよね。もうすでに FX3 の場合は。1キロ超えて、紙マイクつけて約1 1キロになると、こう持った時にこれが820。で、1キロで約2 0 0ム超えぐらい、百グラム超えると全然違うんですよね。僕もさっきこうやって自撮りでバーって持ってましたけれども、やっぱ8 0 0ムで紙マイクなくてってなると、自撮りももう2分3分こうやって持ちながら歩いてても、全然、あの、 上腕に来ないし、あとはやっぱ楽だし、あと、アクティブ手ブり補正がやっぱ APS-C の分だけめっちゃ効くので、えっ、ー、と、さっきも確認したんですけれども、こっちの歩き動画もいいし、多少ね、こうやって持ってちょっと、ちょっと揺れたとしても、もうそんなね、見てらんないほどの、えっ、ー、と、ブレもやっぱないんですよね。まあ、僕の場合 GoPro とかのアクションカムを使ったことがないので、な,んか,それはなかなか言いづらい部分はあるんですが、やはりい、いかんせん、このね、iPhone とかで経験する限りだと、まあ、 そら、手ぶれはね、もうやっぱり iPhone とかすごいですが、でも、お、負けずとも劣らないぐらいの、あの、手ぶれ補正、もう今回のアクティブ手ぶれ補正、相当優秀なので、一つ、僕はこれ、えっ、ー、と、FX30 は VlogCAM っていう観点からして、これ、このモフモフ概要欄貼っておきますけども、これをちょっとつけて、 多分、ちょっとはマシになると思います。もちろん、この内部回路上での、えー、と風防低減っていうのも、あの、風切り音対策っていうのも、入りっていうオートでやってくれるんですけどさらにこれでね、あの、やると多少防がれるはずなんで、あとはこの後ろがね、時々風吹いて拾う可能性ありますが、3分の2は塞がっておけば、だいぶマシなのではないかなっていうところで、結構強い え、風の環境下があったんですけれども、その中でも結構綺麗にね、声入ってまして、ほとんど気にする必要なかったかなっていう感じでした。なのでぜひとも明日の、えー、FX30 で撮った Vlog っていうところもね、ぜひ皆様にご覧いただけたら嬉しいかなと思いますし、いや、良かったですね。ちょっとテンション上がりました。なので、やはりクオリティとか、ここで喋る。 っていうことになりますと、現状、現状って言いますか、当面ね、えー、この R3 とタスカムのこの、あの、XLR 端子を付けられるオーディアインターフェース経由、MK1416 でお届けしますが、じゃあそっちで収録しようとか、サクッと撮ろうとかっていう時には、もう室内でも究極、 もうこれでいいかもしんない。いちいちこれをつけて、高さ出しとくのも悪くはないんですけど、高さっていうか、これで収録するのは悪くないんですが、デフォルトだとね。じゃあ、外に出るぞとかってなったら、もうこれでいいかもしれない。これぐらいで。で、820g。で、こっちつけると、えっ、ー、と、900g なんですよね。なんで、その 80g ないだけでなく、この高さがない分、じゃあ、カシャと取りました。電源、バーッと取って、こうやって。 まあまあ自撮りとかでこう撮りました。よし、終わりと。これで電源オフにして、ここに前にエブリデイスイング6リッターをちょっと開けといてズボ入れて、次は普通に歩いてスチールを取るっていうあ。で、またちょっとここ通ろうってなったらスポット出してっていう。むしろ iPhone も便利なんですけれども、やはりこれのカメラ機能いちいち立ち上げてっていうところをやるのと、これまあ重い、あの、おっきく重いですけども iPhone よりかは。でもね、これズボッと出して電源立ち上げて、もうすでにここのレックをピッと押せばスタートっていう。まあ ハードウェアでやっぱりやっていく方が明らかに楽かなっていう感じはありますね。iPhone は iPhone。まあもちろんこれでも十分取れるんですが、クオリティと音声も十分に、あのー、いけるっていうことが分かったので、今ちょっと FX30 株が僕の中ではもう爆上がり中っていう、まあ出張も増えてきますのでね、あの結局外に出るときにもうとにかく頼りになるっていうのはこの機種かなと思いますし、それこそ 写真展、サインスも含めてね、これ持っていっておいて、えー、皆様にお届けする収録だったりとか、えー、もうサブチャンもそこでね、このまま撮っていたりとか、そういったこともできますし、まあこれ、結構、しかも、えっ、ー、と、日本円で、日本円でね、これだけ円安が進んでる中で、24万円でしょ ?25 万円出せば買えるっていう機種なんですけれども、まあもちろんレンズは別ですが、いや、とはいえ結構来てるなっていう感じがします。特にこのレンズ。 この E の 1020F4G。この組み合わせ最強かなっていう。まあもちろん夜どれぐらい映るかっていう問題はありますが、まあシャッタースピード50分の1にして、ISO はまあ多分、えーまあ、シャッタースピード50分の1、F4、ISO がまあ多分5000から1万の間ぐらいで撮れるはずなんですよね。50分の1まで落とせば。だとすれば、あとはこの手ぶれ補正。 アクティブ手ブレ補正効かせれば、そんなガンガン歩かなければね、このまますーっと撮る分には、何ら問題なくいけると思ってます。ちょっとなかなか夜で歩く機会が少ないのでね、どうしてもまだちょっとお届けできないんですけれども、また夜とかに撮る機会とか暗所っていうか、暗い室内とかでね、撮る機会とかございましたら皆様にお届けしようかなと思います。でも暗い場所は暗く撮ればいいんですよね、ぶっちゃけ。それよりも明るいものが欲しければ、まあ乱暴な感じですけれども、例えばまあこれで、 足して、足して取っちゃえばいいんじゃないみたいな。このライトを入れましょうっていう話にもなってきますから、普通ね。なので、暗いところは逆に言うと、無理やり明るくしようとせずに、露出補正でマイナス1とか、マイナス1.3、まあ、1.7とかにして、暗いところは暗く映せば僕はいいのかなっていうタイプです。本当は暗いところも明るく映したければ、ストロボなり LED での基本ですからね。なので、まあそういった感覚で、僕の場合はこういった なんかわかんないですけど、あの iPhone とかのライトとかをだったらこう照らしながら撮ればいいかなっていう <laughs> マインドでいたりしております。あとはここにコールドシューもあるので、まあここにつけて LED ライトちょっと入れてね、ちっちゃいのでも今パワーあるじゃないですか。それちょっと正面照らしてやるっていうのも手かなと思ってますので。まあ暗いところで撮るなら LED ですよね、一発ね。まあ僕も今使ってますけど、5ドックスのね、えっ、ー、と、 ml60bi か、バイカラーのやつが使えばもう全然余裕だと思いますので、まあおすすめです、これは、本当に。明日、メインチャンネルでそちらの歩きの模様とか、えっと、まあ Vlog 形式で出してみようと思いますので、ちょっと楽しみにしておいてください。いや、テンション上がりましたね。本当に、FX30 これ、えっと、ムービーを、えっと iPhone よりも、 よよりよく撮りくたいとか、しかも本気で撮ろうと思ってもそのポテンシャルめっちゃ応えてくれますかね。僕の場合でもオーバースペック宝の持ち腐れ満載の使い方ではありますがワンオペでねめっちゃ楽するっていうかとにかく熱防熱停止とかがない、えー、マシーンそしてこうやってねここのモフモフつけただけで音声も結構きっちり撮れていたので結構火の打ちどころない。 やっぱ、ソニーさすがだなっていうマシンに仕上がっている次第でございます。っていうところでね、今日も使いからお過ごしください。西田とりしたどうも